どうも、キスケです。本日は赤忍突になったこちらのリミテッドの復活ご飯使っていこうと思うんですけど、まあ思ったんですけど、変身しない方がこいつ火力出せんじゃねって思って、で今回使っていくパーティーがスーパーサイヤ人パーティーになります。まあ、なのでだいぶ復活をちょっと大事にとって、スパサ経由で殴りまくって、で相手のライジング当たるときはまあ復活させていこうかなっていう感じで戦っていこうかな。しっかりと復活前も有効活用していくっていうのが、まあ今回の、なんていうかな、まあ、目当てですね。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。生放送、ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは、PVP、回っていきましょう。さあ、マッチングしました。スパサやね。ミラーマッチ。スパサにナンバーワンベジータ入れるの、ありかもしれないですよね。ワンチャン。ナンバーワンベジータで火力も出せるし、バーダックからも火力が出せるし、みたいな。めちゃくちゃいいパーティーじゃね？ありだな。対戦よろしくお願いします。色は一緒やね。青2枚の紫1枚。まあ、これになっちゃうよな。ただ紫の差がひどいんじゃないか、てか凸の差がひどいんじゃないか自分で言うのもなんやけど、貫突バカ野郎やぞこっちは。そう、なるほど。ナイスタックル。最近ね、タックルに反応できるようになったんだよな。普通は衰えるはずの反射神経が今上がってきてるこれエーペックスやってるからじゃない、多分。やっぱあれよ、 FPS はね、反射神経のゲームになるよ。ゲームになるっていうか成長になるよ。これタックルかな、違う、何なんだそれは困っちゃうよ。何なんだそれは。バカ野郎の体力をまあ約半分削り切っていく。 4.5 割ぐらい削ったかな。ナイス、いい回避だ。さあ、もうこっちでガンガン殴っていくよ、俺は。火力高え。いつ死んでもいいように。あぶね、なんてことを。返しろ。あー。ナイス。マジで回避読みクソ下手くそやわ。はい。まあ、これ、ライジング打った後でも、すぐに復活ご飯帰ってくるんで、これはもうキャラチェンでいつでも経由できるようにして、バニシングも回復して、ライジング打ちましょう。いやー、レジェンズもさ、なんかオートジャとかがさ、ゲーム実況してくれへんかなほな、もっと流行ると思わへん。どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとんやんです。今回はドラゴンボールレジェンズ実況やっていくぞ。生放送中に披露したらだいぶうまいって言われたんですけど、どうですかね皆さん。何点ですかこの落とし穴は。コメント欄に点数書いててくださいこれはまあ復活しましょうかね。もう相手2枚削ってるんで、もうこっからは、場だけは必要ないでしょう。僕は負けられないんだ。勝つよ。お、うまい。マジ回避読みうまい人を尊敬するわ。タイミングなんかな、反射神経なんかな、これも。俺では無理やわ。まあ、相手ライジングラッシュ保持してるんで、タックルでごまかしていく。あざした。さあ、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。青色がいないんで、ゴジータ出していきましょう。よろしゅう。まあ、一人ツーブロっていう、まあ、特技があって、僕。おとじゃさん、アニジャさん、おついさんまで、ちょっと挨拶できるんで、ちょっと聞いてもらっていいですかね。
どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとんじゃんです。アルチャです。おついちでございます。どうですかね、何点ですかね。個人的にはまあようやってるとは思うんですけど個人的にはようやってると。あー、なるほど、即発か。即発っていうかこれコンボ入んないっすよね。ナイスナイス、回避読みできるだけでちょっと嬉しいあれ大丈夫、なんかラグくね、気のせい。ソウル、あ、必要なかった。やば、ゴジータベラボーやんけ。今から試合始まる感じやな。なんかラグ、うん、気のせいかな。はい、やっていきましょう。なんか俺の攻撃の時だけラグいような気がするんですけど、気のせいでしょうかね。これにはオートジャさんもびっくり。ラグすぎる、待たせたな。ラグラグラグすぎる。そうか、いやー、これライジング飛んでくるっしょ。耐えれるかな。あ、究極圧打つんやったら変えるわ。必要ないのか、マジか。まあ予想外やね予想外ですね。はい、回避読みうまいの羨ましい回避読みうまいの羨ましい。キックガーつってたね。はい、耐えるっしょ。お前たちを許しはしない、笑いよベジータ。はい全然悪いと思わんな、ラグいから。はい、あざす、あざす、ざすざす、むざすざす。はい、キューキューガーズいっちゃおうか。うん、なんか俺露骨すぎひんか。気のせいであってほしいんやけど、これ露骨すぎるやろ。俺の攻撃の時だけびっくりするんやけど、マジな話。はい、一発カーバチェン外しを遠距離で決めていく。リスキーですねだいぶリスキー。あー、コンボ外れちゃったよ、ごめんな、ごめんな。皮を剥いでいく、ライジングラッシュ溜まっていく。入んのか。あー、うまいね、回避に合わせて。危ない。あー、マジか。まあでも赤腕ご飯に関してはライジング当ててもいいよね。だって不死身の皮外れてっからね。大丈夫なはずです答えは沈黙。はい、ライジング、まあ特殊圧でいきましょう。いや、特殊圧読まれるか。うわー、読まれたダリー、マジでダリー、クソンコやんけ。ソウルパニッシュ、アディオスアミゴ。ディズニーランド行きたいな。インディージョーンズ乗りてー。うわ、マジかよ。まあ、インディージョーンズは C の方やけど、確か。よけろナッパ、ナイス。なんかね、新作映画の敵キャラがナッパなんじゃねえかっていう噂が出てんだよなマジ誰得なんだよ。誰なんでしょうかね、マジで。個人的には、まあ、セルとかクーラとかそっち系の、まあ、古めの敵キャラが活躍すれば面白いかなとは思うんですが。はい、対戦ありがとうございました。
めえとは敵が違うんだよ。さあマッチングしました。またしても緑、うん、未来パーティーですね。対戦やっていきましょう。お願いします。よっこいしょ。1阪神崩壊ザマス溶けそうじゃね。スパサ経由したらやばいんじゃない。打撃発2枚とかで落ちそう。耐久ないもんね。いくら凸を増やしても阪神崩壊ザマスは耐久ないよね。あざっす。あざ、あ、強っ。やーばこれ。はい、ドロソク。つえー。なんだこれ。やばすぎー。べやー、うまい。え、マジで溶ける溶ける溶ける。死んだ。普通に全身崩壊ザマスになっちゃったよ。おつ。これがね、スパサのいいところなんだよな。クリティカル発生すればマジで強い。あー、マジで強い。いやー強い。フグタ君、こんばん、一緒にどうだい。びっくりマーク。あー、そがずダメか。いやーこれ皮外れそうやな。ただこれライジング溜まってそうなんで、さすがに帰れない。お祈りするしかない。おお、それは変えよう。ナイス。ライジング狙ってるね。ライジング狙ってるね。露骨だね君。あー、またあー、でも帰ってきた。ナイス。これは打てなくなったね。ありがてえ、ありがたい。うん、おーい、ただまあ削れないでしょう。タックルいけ。見られてないはず。タックル、ナイスタックル。ゴーゴーゴー、タックルゴーゴー。はい。マジサクサク死んでいくんやけど、キャラクターが攻撃当たりゃ死んでいく。お前の力を見せてみろ。まあいいか。まあいいわ。マネシング奪ったんで。個人的にはゴジータまあ残しときゃ多分いけると思うんで、耐えろよ。ナイス。これはもうゴジータでちょちょいのちょいお茶の子さいさいでしょ。はい、ナイス。まあこれ救急ガースでいらんか。あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はリミテッド復活ご飯をスーパーサイジンパーティーで使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。マジでプレイしてるとさ、変身したくねーって思うぐらい、やっぱ変身前の火力やばかったっすよね。まあ、バーダックありきっていうのは分かってるんやけど、まあ、それにしてもだいぶ強かったんじゃないかなって思います。でここまで火力出せんのに相手のライジングラッシュは遅らせることができるっていうのもやっぱり一つの強みなのかなと思うんで、まあスパサに復活ご飯はマジでありなんじゃないかなって思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。